コンノアツシブ1909年スミス戦の前に撮影されたコンノボクタケ氏は柔道家。1885年6月に岩手県久慈町に生まれる。1909年に横浜ハゴロモザで内外の注目を浴びて行われた英国人ボクシングチャンピオンのスミスと柔道対ボクシングの国際試合を行いチャンピオンとなった。コンノは 三船急造十段の一年後輩で、行動艦入門後4段まで商談したが、義教心からの喧嘩が絶えなかったため、三船急造十段と並び称された記載を惜しまれながら、行動艦を破門された。エイジン・スミスとの試合は1909年、英国海軍の艦隊がその異様を誇るため横浜に寄港した際に申し込まれた。挑戦を受けた行動艦。 以前に陽光中の山下八代がボクシングとの試合に負けた後であったので会議を開き波紋中のコンロに出境を促した。ボクシングなどは全く知らなかった当時の日本だけに試合は世紀の大決戦として注目を集めた。激しい戦いの応酬でコンロは肋骨を2本折られながらも7勝1敗で世界一のスミスを破った。章として 当時の金額で2000円、純銀直径2尺のお盆その他をもらったが、行動感を破門されていた、コンロの再起には役に立たず、1917年に32歳で、成去した。ありがとうございます。